週1で軽く体を動かすこともフィットネスだし、毎日しっかりやることもフィットネスだし、何歳だろうがどの体型だろうがバーベル持った時点で同じトレーニングだから、無理に別に全員が筋トレしていい体になるとかも思ってないし、やっぱ人それぞれ似合う体ってあると思うから、それをちゃんと自分で分かるのが大事かなと思います。自分のマイナス点はマイナス点って認めてあげるとか、でもそのマイナス点を隠そうとするから心のなんか穴ができちゃうみたいな、人に突っ込まれたくない、そこ見られたくないみたいな。で、まあ、私の場合は最初ボディメイキングから始めて、まあ、自分の中で満足できる体になったけど、でもその後に今みたいなトレーニングして、で体型はまあ前みたいにお尻は大きくないけど、でもメンタルが本当に今に満足してるから全然気にならなくて、人それぞれが本当にそのまま、もちろん変わりたい人もいると思うけど、その目指してる方法はどれも正しいんだよとは思う。間違ってる方向性はないわけだし、ただやっぱり人とずれることによってちょっと違うのかなって思ったりとか、流行りは今こっちだから違うのかなと思ったりとかしちゃうと思うから、そうじゃなくて本当に心が向いてる方向に、まあ、進んだ方が頑張れるわけだし、ちょうど今までその男性がやってて OK だったことがこっちからものを言えるようになって、なんか時代を今女性が変えてると思ってて、その一員に今慣れてるから、今の時代の女性たちはすごい楽しいと思う。